こんにちは、今日はですね、以前、紹介しましたこのベーシックコットンですね、私がすごく気に入っていて、もう一番気に入っていると言ってもいいぐらい気に入っている、コットンの系統で、以前紹介させていただいたところ、色番をちょっと詳しく教えてほしいということで、コメントだったりとかですね、メッセージとかをたくさんいただいたので、とても問い合わせが多かったので、まとめてで申し訳ないんですけど、こちらの動画で色番を紹介したいと思います。ちなみにベーシックコットン、いろんな色がある中で私が、購入したのが5色ですね。黒っぽいこれと、茶色と焦げ茶色と、ミルクティーカラーと白っぽい色ですね。で、番号があってですね、番号が若い順に、紹介したいと思います。ですね、一番若いのが4番、色番がどっかあったとこれですね、色番が4、ベーシックコットンのこれ黒です。黒色ですね、色番が4、カラーは黒で、次に、次が5番、ビスケットですね。ちょっと糸玉はもう残ってないので、作品での紹介なんですけど、色番5番、ビスケットですね。こんな、よく私も編んだりしていて、あと、コースターですね。その以前のベーシックコットンの紹介の中で出てきた白っぽいコースターは、この5番のビスケットで編みました。これはもうダントツ、私以前ハンドメイドイベントとかで販売もしていたんですけど、今はやってないんですけど、その時にもダントツ人気のカラーだったのがこれです。これでとにかく作品を作っていると、もう一番よくお客さんが手に取って購入してくださいました。おすすめです。かなりおすすめです、5番のビスケット。で、次がですね、6番、ビターチョコ、これかな、これだ。この茶色よりは濃いけど真っ黒でもない、この焦げ茶色っていうのかな、ビターチョコ、6番のビターチョコです。はい、私はこの、次に紹介する7番のカフェオレっていう名前の色なんですけど、カフェオレとこのビターチョコを合わせて、いろいろ編んでました。とても雰囲気ある、なんていうのかな、アンティークっぽいのが好きな方にはとても人気でした。これが6番のビターチョコです。で、さっきも言ったんですけど、7番のカフェオレカラー、これはね、この、5番のビスケットの次に人気でした。で、結構アンティーク好きな方とかナチュラル好きの方はこれを、手に取る方もすごく多かったです。これも、2番目におすすめです。色番が7番カフェオレですね。で、最後にこれが色番が8、だった、これですね、色番が8のココアですね。ココアってネットには書いてました。ケイトのピエロさんで購入しています。これ書いてますね、ピエロのケイトって書いてます。はいですね、以上、私が使っている、ベーシックコットン、とってもお気に入りで、もう何回もリピートしている、このベーシックコットンの中でも私が購入したことのある5色の、系統の色番と名前の紹介でした。参考になれば嬉しいです。次回はですね、系統のレビューをしたいと思います。フランボワーズという可愛らしい系統を買って、いろいろ編んでみましたので、次回はそれを紹介します。以上です。